毎日カレー動画をお届けしているそんなチャンネルとなっております。よですね、平安食堂さんに行ってまいりました。平安食堂さんとは以前クワチャンネルでもご紹介したんですけども、8名の方による変人ですね、偏った人と書いて変人の方によるプロデュースされている、いろいろな2週間ごとに期間限定でいろいろ変わるそういった、お店でございまして、西武渋谷店の A 館8階レストラン街にて営業しております。そして今回ですね、なんとその平安食堂さんにサンラサーさんが来ると。いつも30食限定、そして予約もありということなので、もう速乾してしまう。そのサンラサーさんがなんと2週間限定で味わえるということで、もう早速行かせていただきました。それではご覧ください。本日のカレー、ドン。こちらはサンラサーさんのランチのメニュー表。ディナーの方はメニューが変わりますのでご注意を。基本的には合掛けプレートにプラスしていくイメージで、サイドメニューの方もこちらにずらりと並び、そこから選んでいくスタイル。アチャンの方は日替わりで様々変わるので、ボードの方を見ましょう。本日は合掛けプレートにヒムの豚低温調理マサラの香り、そして本日のアチャール牡蠣砂肝をチョイス。さらに炙りチーズまでつけちゃってナイスなボリューム。カレーの方はポークキーマと大根と豆のカレー。こちらのヒムの豚のビジュアルが最高すぎて、ここからの眺めがたまらない。それでは本日もいただきます。まずは本日はポークキーマのカレーの方から。一口食べるとその優しさに包み込まれるような感覚で、本日もうまし。大根と豆のカレーの方もまろやかタイプで、両者のカレーともにまろやかながらも程よいスパイス感、そして丁寧さがビシバシ伝わる、そんなカレーの数々。そしてこちらの氷室豚の方はしっかり低温調理され、熟成された旨味が口の中に芳醇に広がって、もはやこの表情。シャッキシャキのサラダや、しっかりとコリコリとした歯ごたえのある砂肝のアチャール、たまんないうまさの牡蠣のアチャールなどもそれぞれ食べ、柚子のアチャールの方を乗せて食べてみても、柑橘系の爽やかな香りのカレーに、大根と豆のカレーを少々混ぜて食べてみたり、いろいろ混ぜて食べてみたりと、楽しみ方がたくさんできる、そんなワンプレート。アチャールの酸味や辛さの方も程よく、キーマとヒムロ豚を口の中にいっぺんに運ぶと、口の中がお肉お肉幸せお肉。普段のサンラサーさんは30食限定ですが、こちらは違うので、普段食べれてないという方にもおすすめ。本日もごちそうさまでした。いやもう本当に一つ一つ丁寧に、もうアチャールの方もつけさせていただきましたし、このね豚も美味しかったし、もちろんねカレーの方はもう絶品で、もうそのまま食べてもいいですし、一つ一つのクオリティも最高ですし、こうなんていうんですか、内側から包み込まれるっていった、そんなもう温かみだったりがすごい一皿でございました。2週間限定ということなので、皆さんもねぜひお早めに、まあ、感染対策だったりだとか、もう一つ一つの席の間隔も広いですし、換気の方もきっちりされてますということで、ぜひ皆さんも伺ってみてください。まあトッピングをねいろいろして食べるのがおすすめだと思います。はい、というわけでカレーという子の生活でした。インスタ、ツイッター、もちろんこちらのチャンネルの方にもどしどしコメントください。ほな皆さん、また明日、バイバイ。